で、別にあの企画自体はね、いいと思う。別に。うん。別に誰も損しないでしさ。うん。まあ、柴田さん的には、その、ゲームを与える与えないは、親が決めることだっつってなんだけど、まあ、別にさ、その、もらった後のゲーム機をさ、親が管理すればいいだけの話じゃん。うん。別に、やらせなきゃいいしさ。取り上げてもいいしさ。うん。<laughs> 売っちゃってもいいしさ。うん。それ親が決めればいいんだから、ま、ああげるまではいいんだけど、で、何の問題もないと思う。うん。まあ、実際今ね、あの、ゲームセンターとかでもすげえじゃん、今。100円でダイヤがもらえちゃうじゃん。まあ、これそうなんだけど、これ。 この、ダイヤモンド。これ。100円だよ、これ。1回100円で、こんな取れちゃったんだよ。だけど、こんだっても俺、あれだもん、多分、1年2年多分働かなくていいからね。うん。まあ、ゲーセンでさえそんくらいやってんだから、別にいいんじゃないのうん。ただ、ただね、そっから先はリスナーさんの問題なんだよ。うん。例えばさ、それが当たり前になっちゃったら嫌だよね。なんか YouTuber ってのは、プレゼントをくれて当たり前みたいなさ。うん。 まあ、最近そのね、ネキウセさんというかヒカルさんの影響か、ウンさんもさ、やってんじゃん。プレゼント企画。なんかさ、フィッシャーズとかさ、あのー、ヒカギンさんとかがさ、やってんだけど。なんか俺別にさ、さこうブレなくていいのかなと思うよね。別に、ウーンさんってそういうとこじゃなかったよね。もともとね。うん。なんか、ヒカギンさんも明らかになんかヒカルさんの影響を受けた動画とか出してるけど、そこ俺ブレなくていいんじゃねえのって思うよね。あの、ヒカルさんのやり方じゃん。うん。で、別にそのさ、 何物で、物で人を釣るっていうのは別に子供に対しても大人に対してもあるんですよ、それ。社会に出てからも。うん。まあ、やっぱ子供に対してお金とか物で釣るってすごい効果的なんだよ。効果的なんだけどできないじゃん、みんなお金が、お金を出せないじゃん、そんな1000万とか。うん。出せるからできちゃうんで、ひかりさんは。うん。それはま、経済力、その出せる力があるんだから、ま、やってもいいと思うんだけど、うん。効果的なんだよ、本当に。だって、大人だってさ、嬉しいもんで、ね、お金もらうと。うん。やっぱその18でね、新卒で、 高卒で、あのー、初めて入った会社はそうだったんだけど、やっぱ、節目節目にさ、イベントがあるんだよね。うん。まあ、ボーナスとか、あと、ただ飲み食いの会とかさ、まあ、年末年始のさ、そのー、何新年会とかさ、あと、あれだ、なんだっけ、忘年会とかさ、あとその、夏場にも儲かる会社だったからさ、夏場になると、なんかまあ、特別ボーナスとか、あと、すげとこに焼肉とかさ、あ、それもう18の頃から経験してたそういうの、あるんだよ。うん。それ、物とか、食べ物と、 とか、お金で釣るっていうのは社会に出てもあるし、それはいいと思う。うん。できる力があればやっていいと思うんだけど、まずいのがそのね、リスナーさんがそれをね、当てればいいと思っちゃうのまずいし、うん。だ変なのはさ、あの、プレゼント企画がないところは見ないとかさ、なっちゃったらさ、変じゃん。そういうもんじゃないしね、YouTube ってそもそもね。うん。じゃその運営さんがそれに最近引っ張られちゃってるのがちょっとなーって思うよね。うん。運営直下のさ、運さんがなんかその、ね、 一事務所のネクステさんのやり方をなんかなぞっちゃうとさ、うん。そこはちょっとブレないでほしかったね、俺ね。うん。で、まあ、その何、何まあ、何回も言うけど、当たり前と思っちゃまずいよね。うん。ほんと、プレゼント組んだところは見ないとかさ、うん。それはちょっとやめてほしいなと思うし、実際なんか、その、煽り起きちゃってるのかなうんさんのね、あのー、誰とは言わないけどさ、あ、ちなみにあの、マックスじゃないからね。マックスじゃないからね。うん。あの、うんさんの中でもやっぱその、なんだろう なんつうんだろうなぁ。もう完全に、もうネキウスさんに食われちゃってるのかなっていう、もうすげぇ再生数というかもう、もうそう、数万、数万の再生数しかない、なんか稼げてない人とかもいてさ、完全にこれもうネキウスさんに客食われちゃってるのかなと思った。うん。実際あの、一回トライしちゃうと帰ってこねえからね。うん。まあ、知り合いのそのなんだろう、うラーメン屋がさ、半年間店長が休んだらさ、もうその間、 もうお客取らえちゃって、帰ってきたもんって、なんか十分の人かだったかな。うん。それにあのね、なんか、キッズってさ、あの、YouTube に費やす時間をね、1日に YouTube に費やす時間を決めてるから、うん。あの、1回抜けちゃったら帰ってこないかんでも。うん。1日3人とか4人って決めてるわけよ。だってそうじゃん。うん。あの、だから、やっぱね、1回取らえちゃうと帰ってこないから、だからもう、 運営直下うむさんの中でも、もう完全にもう肉ステさんにも客客捉えちゃってる人がいるから、うん。やっぱそのね、物とかで釣るのってね、やっぱ効果はなはだ大きいんだけど、それが全てになっちゃったらまずいなと俺は思ってる。というわけで俺もプレゼンの企画します。それはね、あまゲーセンで取った、ダイヤモンド何百万かしんねえけど、こんだけ一千万ぐらいなんじゃないの一千万超えてるかなうん。何カラットかしんねえけどさ、うん。 これだ、これ、ヒカワさんのプレステ3の企画超えてるからね。これ3つプレゼントだけじゃなくて、まあ俺が最近開発された BB 戦士。うん。まあ武者データ。ね。あと、武者マーク2。あと、武者ニューガンダム。あと、ショーガンダム。あとこのね、ルパン三世カリオストロの城のね、プラモデル。うん。まあこれちょっと組み立て難しいんだけど。プレゼントしませんうん、しませんしません そそうそう忘そう忘れた忘れた俺まで流せるとかだった俺はねプレ,ゼプレゼント企画とかやんないからうんやんないからねはい、というわけでねプレゼント企画別にねあの何百万1000万使おうといいと思う使える力があるんならただリスナーさんがそれを当たり前と思っちゃまずいよっちゅうだけの話でしたということでね素晴らしいでしたバイバイ